はい、こんにちは。中二英語を始めます。今日もね、中井先生に来てもらってます。どうもよろしくお願いします。はい、いいですか。今日は過去進行形の否定文と疑問文についてやっていきます。いいですかね。前回は肯定文についてやりましたね。今回はそれの否定文と疑問文についてやっていきます。いいですか。否定文とか疑問文っていうのはね、今までいろんな否定文、肯定文、疑問文やってきましたが、ね、ルールは一緒です。和訳もほとんど一緒です。いいですか。まず過去進行形の否定文ね、作り方としては、主語に B 動詞の過去形、わずかはですね、に not をつけますね、定番ですね、に動詞の ing、 これで訳としては何々していませんでしたっていう訳になります。いいですか。過去進行形ね、何々していませんでした、ね、何々しませんでしたではないんですね。この違い、最初はね、すごくややこしいんですけども、ね、使い分けがしっかりできるようになってほしいと思います。いいですか。まず、You are studying math then。あなたはその時数学を勉強していました。これはね、普通の肯定文ですね。それに対して、You were not studying math then とか、まあ、You weren't、ね、短縮形でももちろん OK です。You weren't studying math then。こういうふうに、not が入ると、あなたはその時数学を勉強していませんでしたっていう訳になります。いいですか？ね。ね、注意してほしいのはこの下。You did not study math yesterday. あなたは昨日数学を勉強しなかった。これとは微妙に違うんですね。いいですか？ここ注意してくださいね。過去形と過去進行形は微妙に違います。ね。日本語のね、和訳で、そこがね、明確に分かるように訳さないと、せっかくね、訳したのに×になる可能性が非常に高いので、しっかり使い分けるようにしてください。はい、過去形と、過去進行形だね。で、違いをちょっと言ったら、まあ、訳で言ったらここだね、勉強しなかったっていうのと、勉強、これかな、していませんでした。微妙な、さらにしなかったとしていませんでしたですね。で、あと英語で言えば、ここらね、B 動詞プラス ing、こっちは普通に、did ね、did not ってなってる。で、あと他のところで言ったら、ここは then が、まあ、要はその時ね、に対して、こっちは、yesterday かな。っていう機能ね。だから機能とかこういったものの時はまあ普通の過去形でも前とかこういうのがつったら過去進行形かな、まあ、こういうふうにね、まあ、2つの違い何かなっていうふうにねしっかりちょっと見比べてね勉強したらより分かりやすいと思うよ、ね、そうですね。前回も言いましたが前とかねこういうような言葉が入ってると過去進行形である場合が多い。あくまで場合が多いだけです。これがないからといって過去進行形ではないっていうわけではないです。ですかね、いいでしょうか。じゃあ次いきます。次は過去進行形の疑問文です、ね、疑問文も、ね、一緒です。 B 動詞の過去形わずかはが先頭にきます。プラス主語プラス動詞の ing で最後クエスチョンマークですね。で和訳としては何々していましたかになりますね。これも何々しましたかではないんですね。していましたかになります。いいですか。だから、まあ、これは最初普通の文ですね。 You are studying math then。 あなたはその時数学を勉強していました。それに対する疑問文は were が頭にきます。 Were you studying math then になります。いいですか。あなたはその時数学を勉強していましたかっていうね訳になります。で、それに対する答え方。B 動詞で聞かれたら、B 動詞で答える。ね。英語の疑問文の鉄則です。Do で聞かれたら、Do で答える。Did で聞かれたら、Did で答える。ね。Can で聞かれたら、Can で答える。だから、ここは B 動詞で聞かれたら、B 動詞で答える。だから、Yes, I was とか、No, I wasn't。まあ、もちろん was not でも
ですが、No I won't のポリムになります。いいですか、ね、何度も言ってますが、 Yes の後は肯定文です。 No の後は否定文です、ね、Yes I wasn't とか No I was とかね、こういう風には絶対ならないのでね、気をつけてください。いいですか ね、これが疑問文になります。大丈夫でしょうか。じゃあ次いきます。はい、次は What 疑問詞が入っている文ですね。疑問詞が入っているときは疑問詞を一番頭に置きます。で、あとは疑問文の順番です。 B 動詞の過去形プラス主語プラス動詞の ing、 これで何を何々していたのですか、ね、こういう意味になります、ね、で、最初What are you doing then? これもね、結構定番の表現です。でよく出てくるのでね、しっかり覚えておいてください。あなたはその時何をしていたのですか。現在進行形の時はね、What are you doing now? とかね、あなたは今何をしていますかみたいなね、がよく出てきたと思いますが、それの過去です。What are you doing then? あなたはその時何をしていたのですか、ね、それに対して答え方は、What で聞かれたら Yes, No ではないですね。具体的な内容を書きます。 I was studying math。 私は数学を勉強していました、ね、こういうふうに答えます。いいですか、大丈夫ですかね。で、まあ、最初の方にもね言いましたけど、前とかあと at that time、ね、これ3つで、まあ、1つの単語というか意味ですね。 at that time、 どっちもその時って意味なんですが、これが入ると過去進行形の文中に用いられることが多いです。いいですか、ね、何度も言ってますが、多いだけで、これが入ってないからといって過去進行形ではないとかね、そういう判断はしないようにしてほしいと思います。いいですか、ね、これはだから、まあ、過去進行形を使うか使わないかの、まあ、ヒントになる、ね、言葉だと思ってほしいと思います。いいでしょうか。では次行きたいと思います。はい、次和訳の問題です。まずは4段あります、ね、しっかり和訳はね、特に過去進行形の和訳はややこしいというか、日本語として表現が難しいのでね、明確にそれを使ってるっていうのが分かる和訳を心がけてください。いいですか。わからない単語があったら自分で調べるようにしてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず1番、 I was not playing tennis、ね、was not、ね、B 動詞否定でその後 ing がついてます。なのでこれは過去進行形の否定文になります。いいですか、ね、出てくる単語はね、そんな難しくないですね。するとどういう訳になるかというと、私はテニスをしていませんでしたになります。しませんでしたじゃないですね、していませんでしたになります。いいですか。で次、 You weren't watching TV then。 これはこれも were not、 B 動詞の否定があります。で ing がついてます。なのでこれも過去進行形の否定文になります。ね、これどういう訳になるかっていうと、あなたはその時テレビを見ていませんでしたになります、ね、ここに前って入ってるので、これもねヒントになります。でしょうか。はい、次、 Was not eating lunch、ね、これも Was、 B 動詞から始まってます。で ing が入ってます。で最後クエスチョンになってるので疑問文ですね。だからこれも過去進行形の疑問文になります。するとこれはどういう訳になるかというと、ナミは昼食を食べていましたかになります。食べましたかではないんですね、食べていましたかになります。いいですか。はい、次4番、 Were they studying English then、ね、これも Were、 B 動詞から始まってます。で ing が入ってます。で、うん、ね、then が入ってますね。なのでこれも過去進行形の疑問文ということがわかります、ね、
出てくる単語はね、あとスタディとかイングリッシュですね、そんな難しくないので、訳としては彼らはその時英語の勉強をしていましたかになります。いいですかね、どうですかね、できましたかね。何々していましたかとかね、何々していませんでしたとかね、過去進行形を明確に使ってますよ、表現してますよっていう和訳がねできるように心がけてほしいと思います、ね、間違った人はねしっかり復習するようにしてください。いいですか。では次いきます。はい、次も和訳の問題です、ね、問題文をしっかり読んで、ね、適切な和訳ができるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。では映像を止めて自分の力でやってください。はじめ、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。と一緒にやっていきたいと思います。まず5番、 Was Bob playing baseball at that time? ね、at that time 出てきましたね。中井さん、これどういう意味でしたっけ。これは前と同じだから、その時。そうですね、その時、前と一緒です。これが出てくる時はね、過去進行形であるということですね。なのでこれはね、Was から始まって ing ですね。すると、これどういう役になるかというと、ボブはその時野球をしていましたかになります。いいですか。ね、at that time、その時。ね、いいですかね。はい。次、6番。Did Bob play baseball last week? ね。中谷さん、これ、これ何系の文ですかね。これパッと見たら B 動詞、こうやって was みたいな B 動詞がなくて did から始まってるよね。だからさっきみたいな進行形じゃないってことだね。だから did だから過去だね。過去形じゃないかな。そうですね、正解です、ね、これは did から始まっているので、で play っていう動詞の原型になっているので、これはね普通の過去形の疑問文になります。いいですかね。ここ分かりましたかね。いいですか。 did から始まって動詞の原型になっています。なのでこれは過去形です。で、あとね、あとラストウィークとかね、この過去を表す語句が入っています。これはね過去形を使うということですね。いいですか。するとどうなるかというと、僕は先週野球をしましたかになります、ね、5番と6番ね、よく似ていますが違い分かりますかね、和訳がちょっと違いますね。ね、ここがね、ごちゃごちゃになってると、過去進行形を使っているのか、過去形を使っているのか分からないような日本語訳になってしまいます。そうするとね、もったいない、間違ってしまうので、しっかりね、5番と6番見比べて、あ、こういうことが違うんだなっていうのをしっかり理解するようにしてほしいと思います。いいですか。はい、次、7番。What are you doing? って。これね、説明したときも言いました。定番の表現です。いいですか。What are you doing then? これは、あなたはその時何をしていたのですかになります。ね、このことが、この英作文と英文とこの和訳、ね、セットでしっかり暗記するようにしてください。What are you doing then? あなたはその時何をしていたのですか。定番中の定番の表現です。いいですか。はい、次8番。What was your mother making at that time?、ね、これは、まあ、What から始まってますね。疑問詞から始まってます。で、making、B 動詞ですね。で、at that time になっているので、これも過去進行形だっていうことがわかります。すると、これどういう訳になるかというと、あなたの母はその時何を作っていましたかっていう訳になります。いいですか?ね、What は何でしたね。何を作っていましたかっていう訳になります。いいですか、ね、どうですかね。できましたかね。間違った人はね、しっかり見直すようにしてください。いいですか。はい、では次行きたいと思います。はい、次は英作文の問題です。まずね、4題ありますが、これどっちを選ぶかなっていう問題ですね。ここは2箇所選ぶところがあるんでね、気をつけてください。で、これはね、
たくさん選択肢がありますが、適切なのはね、1個しかないのでね、しっかり理解するようにしてください。ではまず自分の力で解いてみてください。映像を止めて始めてください。始め。はい、できましたか、ね、じゃあ一緒にやっていきたいと思います。はい、まず最初、彼女はピアノを弾いていませんでした、何々していませんでしたって言っているので、これは過去進行形になります。過去進行形の否定文は wasn't playing か didn't play かどっちだったかなというと、答えは wasn't playing になります。 she wasn't playing the piano になります。いいですか。次、2番、私は昨夜自分の部屋を掃除しなかった、ね、これは昨夜って言ってますね。昨夜っていうのは過去を表す語句でしたね。その場合は現在、過去進行形じゃなくて過去形になります。いいですか。で、自分の部屋を掃除しませんでしたじゃなくてしなかったになってるし、ね、これは過去形になります。いいですかね。なので答えとしては didn't clean になります。いいですか、ね、はい。次、あなたはその時姉を手伝っていたのですか、何々していたのですか、さらにその時っていう言葉が入っているので、これは過去進行形になります。すると過去進行形は B 動詞から始めるので were ですね。 were you、 その後は動詞の ing です。 were you helping your sister ねになります。いいですか。で、最後4番、はい、そうです。中井さん、これ5つもありますけど、どれですかね。5つもあるからちょっとややこしいんだけど、まあその前の文がね、 Why you って聞いてるから B 動詞だね。だから I に対する B 動詞、さらに Why って過去だから、 I に対する過去の B 動詞って言ったらこれかな、 Was。 そうですね、正解です、ね、中井先生の説明のその通りですね。 B 動詞の過去形で始まる疑問文は B 動詞の過去形で受ける、ね、Do で聞かれたら Do で答える、Did で聞かれたら Did で答える、 Can で聞かれたら Can で答える、ね、英語の鉄則です。なので今回は B 動詞の過去形で聞かれているので、答えは B 動詞の過去形 Was になります。いいですか。はい、では次いきたいと思います。はい、次は穴埋めの問題です、まあ、ここは選択の問題ですけどね。穴埋めの問題もね、問題文を見て、ね、過去形なのか過去進行形なのか否定文なのか疑問文なのか、ね、その辺を自分で読み取って適切な語句を入れるようにしてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず5番、リカはその時手紙を書いていましたか、何々していましたかって聞いてます。さらにその時って入っているので、これは過去進行形になります。過去進行形の場合は B 動詞の過去形から始まるので、答えとしては Was Rika Writing ですね。手紙を書くは Write です。 Writing a letter then になります。いいですか。で、次、それの答え、いいえ書いていませんでした、 No ですね。で、B 動詞の過去形で聞かれているので、B 動詞の過去形で答えます。No, she, that, wasn't ですね。No, she, wasn't になります。その次、7番。トムはその時何をしていたのですか、ね、これ、中井さんってこれどっちですかね。何だから、what かな。Who は誰、トムは誰ですか、おかしいよね。何だから、what だね。そうですね、正解です。What was Tom doing at that time? ね、何をしていたっていうのは What ですね。いいですか。はい、次、それに対する答え、彼は眠っていました。2語で書いてくださいって書いてあります。いいですか。眠っている、眠るっていうのは Sleep、ね、日本語でも言いますね、 Sleep、ね、なので2語っていうことで、かつ眠っていましたって言っているので、これは過去進行形で表現しなさいよっていうことになります。で、答えはHe was sleeping になります。
いいでしょうか。ね。どうですかね。できましたかね。あ、ダメな問題もね、適切な言葉がね、入れられるように。ね、問題によってはね、一語とは限らない場合もあるのでね、気をつけていってほしいと思います。はい、では次いきます。はい、次はヒントなしの英作文です。ね。最初はね、非常に難しくて、もう白紙で出そうって思う人もいるかもしれないですけど、でゆっくり、じっくり考えたらね、決してね、そんなに難しくて、さらにそんな長い文章にはならないので、しっかりね、単語を見つけて、それをね、英語の文法の順序に従って、並び替えるようにしてください。ね。映像はね、別に何分止めててもいいので、じっくりね、自分の力で解いてみてください。では、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね？できましたかね？じゃあ一緒にやっていきたいと思います。私はその時本を読んでいませんでした。ね、これもその時ってあるので過去進行形を使えばいいですね。あとは私とか本とか読んでない、読んでるとかね、いませんでしたって言ってるので否定ですね。そういう情報を自分で集めて組み立てていくとどうなるかというと、I wasn't reading a book then になります。その時とかね、こう、at that time とかは文の後ろに来ますね。いいですか。次、10番。私の犬は椅子の上に座っていましたか、何々していましたかって言ってるので、これも過去進行形の疑問文になります。ね。なので、あとは私の犬とか、椅子の上とか、座っているとかね、こういう単語が何だったかなっていうのは自分で考えて、で組み合わせていくとどうなるかというと、うん、Was my dog sitting on the chair になります、ね、座るはシットですね、それの ing シッティングで、椅子の上は on を使うんでしたね、 on the chair になります。いいですか。はい、その次、11番。あなたはその時何をしていたのですか、ね、何回か出ています。定番中の表現です。中井さん、何でしたっけ ?What are you doing then? みたいな感じですね。そうですね。定番中の定番です。What are you doing then? とか、at that time。これは別にね、at that time でも全でもどっちでも正解です。いいですか、ね、?What are you doing? この使い方、しっかり覚えてください。いいですかね。じゃあ次、最後。それに対する答え、英語を勉強していました。ね。で、注意してほしいのは、これね、英語を勉強していました。誰がっていう話なんですね。でも、What were you? あなたはって聞かれてるんで、当然、この勉強していたのは私になります。ね。ここに明確には書かれてないですが、私が勉強してたっていうことになるんですね。いいですか？すると、主語は I なんですね。I was studying English、ね、英語を勉強しましたじゃなくてしていましたなので過去進行形になります。 I was studying English になります、ね、英語を勉強していた、これしかないかってなんか English が主語なのかなって思った人もいるかもしれないですけど、そうではないのでね、気をつけてくださいね。上記の答えって書いてあるので、わざわざこの疑問文に対する答えを書くということですね。いいですか、ね、間違った人はしっかりね、見直して復習してね、何回もね、書いていったらだんだんね、ちょっとずつ書けていくようになるのでね、根気強くやってほしいと思います。では今日は過去進行形の否定文と疑問文についてやりました。今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。